こんにちは、えー、今回もですね、あの、火付き神事ですね、火付き神事について、えー、お話し,します。でですね、こういうですね、いわゆるこれ、戦前の宗教ですね、大本教土台とした、なんかこう、児童書,書記とか、こういうですね、ちょっとですね、話題をですね、そのままうのみにするんではなくて、最先端のですね、あのー、科学、 え、子力学、相対論。これをまずですね、皆さん知っておかないと、こういうのにはまらない方がいいですよ。これ、そんなにレベルの高い、あの、ものではないんで、いわゆる、巷またに溢れてる宗教で変ななんとか、ナムアミラブズとか、ナムミホレンゲーキューだって、我こそは、なんとかであるって変なのいっぱいいますけど、あんなのもレベル低いですから、あんなのに騙されないようにしてくださいね。まず、ビッグマンがなんで起こったのか、誰が何のために起こしたのかっていう、これをですね、 人間っていうのは探求してるんで生命はべてあの地球の生命体も全てですねヤーベも今回紹介する国のとこたちの神っていうんですけどこのちもみんな探求してますとで現在最先端の物理学ではヒモ、まあ、理論と超限理論でもう宇宙は11次元構造になってると11次元構造になってるっていうことをですねもうかなり分かってるんですよでこの11次元構造って何かっていうといわゆる量子力学相対論っていうのは 八次元科学なんですよ。八次元っていうのは、えー、何もないシュレディンガーの猫でいうあの箱、扉を閉めた箱で見るまでは、えー、その中に何があるのかわからないと。その中には生きてるあなた、死んでるあなた、あるいは地獄に落ちてるあなた、あるいは天女に囲まれてるあなた、あるいは平行宇宙の別な宇宙に行ってるあなた、様々なあなたなんですよ。八次元のこの真空の箱の中には。 で、これがですね、いわゆる、えー、4つの力ってありますよね。あの、真空の中にある自然界の4つの力が、えー、この世界を動かしていると。で、4つの力っていうのは、11次元の重力、10次元の弱い相互作用、そして9次元の電磁気力、そして8次元の、えー、強い相互作用ですね。この4つの力がですね、いわゆる真空の中にある4つの力で、 これをですね物理学っていうのは方程式で4つの力をまとめ上げれば大統一バリオンつまり宇宙の一切を、えー、1つの方程式に詰め込んだその理論が生まれるっていうこれがですねあの今追い求めてる科学の最前線ですよ。でもうですね2つの力ですね強い相互作用と、えー、電磁気力は まとめられたんですよ。で、それを3つ目に今まとめる作業をしてるんですけど、これが達成されると、いわば統一バリの宇宙の一切、なぜビッグバンが起こり、誰が起こし、何の目標のためで起こしたのかっていうのが解き明かされるっていうんですけど、アインシュタインもこれをですね、生涯かけて探したんですよ。見つかりませんでしたと。で、まあ、お釈迦様に言わせると、それは方程式とかでは無理なんだっていう、それは例えじゃないと無理なんだと。この4つの力の関係性ですね。で、この4つの力の関係性を、 あの例えでですねうまくピタッと解き明かしたのがお釈迦様の5番目の教えだって言われてるんですよ。でこの第五の教えをですね解き明かすのが、えー、いわゆるスーパー醍醐殺たちがビッグマンを起こしてこの世界に生まれてきてその経典とかその第五の経典とかイエスの教えとかあるいはこういうですねその世界にある最先端の科学を全部駆使してこの4つの力は何かを解き明かすっていうのが ススーパーーパダイバーサスの目標なんですよでそれを解き明かすと、今度は自らが無限の大世界を生み出せるっていう、これがですね、釈迦の教えにあるんですよ。まあ、ちょっとこの説明の仕方も宗教的になっちゃいましたね。で、今回ですね、ご紹介する、しつきし神事を岡本天明さんという人に、えー、なんか自動書記させた、その、まあ日本神道の神様なんですけど、の国のこたちの神、国のこたちの神っているんですよ。 まあ大体これですね、えー、6次元とか5次元ぐらいの存在で、えー、この人はですね、まあ、この人は、えー、日本神話の根源神、日本神話の根源神の、えー、神代7代の最初の神様なんですよ。神代7代の最初の神様ですね。で、この全体をまず説明すると、まず、えー、日本神道では、古事記と日本書紀では、 天地開闢ってあるんですよ。天地開闢、まあ、創世紀、旧約聖書の創世紀にも宇宙創世ってありますよね。それと一緒で、日本神道にも天地開闢ってあるんですよ。で、まあ、日本神道の前、高間ヶ原。高間ヶ原に、えー、造家三神、現ると。造家三神っていうのは宇宙の創造する三神が現れたと。で、この段階ではですね、男女の区別はなくて、この三神っていうのは男でも女でもなかったんですよ。まあ、つまり6次元ぐらいの存在ですね。 で、ここからですね、さらに、二中、二神が現れて、合計五神が現れたんですよ。はい。まあ、七次元、六次元、五次元、四次元、三次元ですね。で、この三次元が生まれた後ですね、この後現れたのが、国のこたちの神を初代とする七大神ですよ。三次元に現れた七大神。で、この七大神の一番最初が、国のこたちの神って言って、この、この神様が、 岡本天明さんのところに来て、1944年ですね、あの、戦前、戦中の、もう日本が負け始めときに来て、これから大体100年の歴史を喋ってるんですよ。この天明さんを通して。で、まあ、旧約聖書の矢部ですね。矢部はですね、大体5000年ぐらいを見通すことができる力がありますね。で、この国の、えー、き付け真珠にも書いてあるんですけども、まあ、 五次元世界っていうのは未来が見えるって言うんですよ。五次元世界の特徴として未来が見えると。で、その世界からは7段階、7層の世界があるって言うんですよ。五次元から見えるのは7層の世界だんですよ。7、6、5、4、3、2 1、1元1元っていう7層の世界があるって言うんですよ。で、その中に五次元から見上げると3つの世界が上に見えるっこれ、あの、スウェンデンボールクと同じですよね。はい。で、死んで、 死んでも生きているような世界であり、生きながら死んでいる世界でもあるっつんですよ。まあ、要するにこれっていうのは反物質的な世界ってことですね。要は仏教でもその昔は、えー、人間の世界とその反物質の世界っていうのは重なり合っていて、でインドのカースト性っていうのは要するにその世界の人間たちっていうのは、そのじゃ人間たちっていうのはその反物質性の5次元、6次元、7次元のとか、あと4次元のどこから このの次元に生まれてててくるかといいうのが見えていてそこでもカーストっていうのは決まっていてそれで生まれてきた人はもうそのまま4次元から来た人は最下層で5次元から来た人は一般人で 6, 6次元から来た人は、えー、商人で7次元から来た人はバラモン大体こんなですあ4次元から来た人はスードラで5次元から来た人は商人、えー、6次元から来た人は、えー、貴族 で、7次元から来た人は、えー、聖者、バラモンですね。で、さらにその上から、えー、文明の最初に、まあ、如来が来て、それはもう、文明を生み出す、最高の存在、って言うんですよ。で、この大如来によって、文明が生まれて、その文明の推しを守るのが、バラモン。そして、そのバラモンの下に、王様とか貴族がいて、民衆を指導すると。そのバラモンの推しにするんですね。で、その下に、いる商人たちは、それに、 従ってありがたやありがたやっつって人間世界はちゃんと保たなきゃっていうそういう精神でやるとでその下にいるスードラっていうのは4次元から来た罪人とか奴隷とかでこの人たちは悪さするんだけどその人たちは抑えてるとこれがインドの考え方ですよカーストの考え方なんですよはいですからこのですね国のとこたちの神っていうのは大体5次元ぐらい、まあ、よく言って6次元ぐらいの存在で3次元が生まれて7代ですねでその7代目がですねいわゆる有名な えー、余ってるらすじゃないや、えー、イザナギイザナミなんですよ7代目がこの国の男たちの神から7代目が、えー、イザナギイザナミでこのイザナミがこう読考書としゃもじをですね泥の中からこう持ち上げるとドコンと落ちたのが淡路島、ね、でその時に四国ができて本州ができて北海道ができたっていうこの神話が国の男たちの神から7代目のイザナミなんですよ随分だから自演がしたんですよね でですね、このイザナミの左目からアマテラスオミノ神が生まれて、で右目からつくよの髪が生まれたと。で、左目から、あ、鼻からスサノオの味が生まれたのか。ちょっとこの辺、ちょっと後で調べて。要するに、アマテラスオミノ神とスサノオっていうのは、イザナミの目とか鼻から生まれたんですよ。で、このアマテラスオミノ 神から、また、五代神が生まれですよ。アマテラス・大ーの神から、とスサノオが話し合った結果、その県から五人の神が生まれた。すよ。五代民族、五代民族が生まれですよ。で、その五代民族が日本中のあちらこちらに広まっていって、えー、民族を作ると。でですね、この五代民族、アマテラス・大ーの神の県から生まれた五代民族のうちの三番目のアマツ・ このですね、えー、天照総美の神の剣から生まれた五大民族の三番目の天照樹信子っていう人がですねあのこの、えー、火付神事によると世界がまとまった時の王様になるっていうんですよ。わかります今の関係性よく覚えておいてくださいね。これが日本神道の、えー、考え方で、えー、天地改革の考え方でそしてこの世界が生まれて。 まあこの、えー、予言書から見ると、これから世界に大観覧が起きると、大峠が起きて、政治や経済はなくなると、それで食べ物も着るものもないような時代になると、そして一日に10万人も死ぬと、そして火の雨が降ると、そしてむちゃくちゃになると。ところがその後と、魅力、3000世界の立て直しが起こって、3000世界の立て直しが起こって、魅力の世が来るんですよ。 で、これ、旧約聖と即位ですね。大観覧の後に。で、そのですね、統一した世界政府の中心に立つのは、天津・ツ・の巫女って言って、それは、アマテラス・オミノ神ですね、えー。スサノオの巫女との、から生まれたアマテラス・オミノ神とスサノオの話し合いによって生まれた五大民族の、三番目の民族の天津・ツ・の巫女が、その魅力の世の中心人物なんですよ。まあ、ダビデ・ロス・セロですね。私が言う。えー そのですね、えー、千年王国ですね、ヤーベの千年王国を生まれたとき、人間を世界を,世界を統治するのはダビデという人で、その人として人間の世界を永遠の命の世界を統治するっていう。でもこのですね、火、えー、つく神じでは、えー、最後に統治するのはアマツ・ヒツノミコで、それはアマテラス・ソオミオコムが生まれた五大神のうちの三番目で、その人は、 河内の国づくり、茨城の国づくり、山城の国とか、諸部族をさらにそこから生み出したんですよ。日本民族をたくさん作ったんですよ。その中で最後にこの天津筆の巫女が最後にできる魅力の世界、三千世界が建て直された世界の、世界の統一の心の中心に来るっんですよ。この辺りよく似てますね。はい。ですから天寺宗美の菅野王の巫女から、たくさんの部族、五部族が生まれて、五部族の王さが生まれて、最こからいっぱい民族が生まれたと。 そのうちの3番目が最後に生まれる魅力の世の統一者になると。これよく見てますね。矢部の旧約聖書と。はい。こういうですね、全体のですね、あの、個子になってるんですよ。ちょっとここまで説明してる人っていないんで、これよく覚えておいてくださいね。で、要するにその前に政治と経済がなくなるような大観覧が起きてミサイルが飛んでくると。で、人口が10分の1、三分の一になると。で、1日に10万人死ぬような大災害が来ると。 で、その次に死んでも生きる世界。生きて、生きながら死んでる世界が来ると。で、その大宇宙の仕組みは7段階になると。7次元構造だと。要するにこのレベルの、まあ、神様だと7次元までしか分からないんですよ。その上が。実はその7次元っていうのは、えー、9次元から来たスーパーダイブをさせてビッグバンによって無害に生まれた世界のたった一つの世界だって言うんですよ。はい。今日ここまでにしますね。まだこれで半分なんですよ。はい。じゃあ以上です。